さんこんにちは、アミです。すごいお風呂上がりなんですけれども、じゃあ今から準備していきたいと思います。まず化粧水を塗っていきます。このジェジュンの化粧水、新しく買ったやつなんですけど、こちら使っていきます。このパックがすごく良かったので化粧水をねちょっと買ってみました。今日のカラコンはチュチュのオレンジブラウンをつけてみました。なんかそんなにねオレンジっていう感じでもなくて、はい。そしてクリーム塗っていきます。これは SK-II の RNA パワーですね。二重作っていくので、二重のまぶたにもちょっと塗らないように、このダイソーのアイテープで二重を作っていきます。下地はいつものこの RMK のどうやっていつも整えてますかって聞かれるんですけど、本当にここの余分な毛を少し剃り落とすぐらいね。あと上のここのなんか余分な毛、あ、剃らないですよ、形は変えないんですけど、あのここが綺麗な線になるように少しだけまばらに生えているものを整えてって感じで、本当に毛のね形自体は変えてないです。エスティローダーの、トーニーだっけと120番を混ぜて使っていきます。フィットミノでスポンジで伸ばしていくんですが、これね、なんか最近リアルテクニックス使うのやめたんですかっていうコメントいただいたんですけど、これリアルテクニックスです。なんかブラシセットに入ってたピンクバージョンのスポンジです。そしてコンシーラーで明るさ出していきます。最近ほんとコンシーラーが迷子でですね、いろいろねちょっと新しいの買ってみたんですけど、まだ届いていないので、ルイラメルセは売り切れだしさ。で、とりあえず保湿力のいいねこのフィットミーを最近まあ無難なので使っています。パウダーはいつものローラメルシェを使っています。で次アイブロウですね。いつものこのタイで買ったアイブロウパレットを使っていくんですけど、まあ眉毛は特にいつも通りですね。ある程度眉毛の形作れたら、このフラットなブラシで暗い方の2色取って眉尻、やっぱり眉毛はちょっとしっかりめに描くのが好きだなと思います。最近ねまたリピート買いして買ったこのマックなんですけど、ちょっと色が変わって、前まではこっちのボールドベルネットっていうカラーを使っていたんですけど、ブラウンエボニーっていうカラーを購入しました。まあ、特にそんなに2つの色の差はないらしいけど、まあどちらとも暗めなカラーということで、で今日はこれです。前回の購入品で紹介したアイシャドウパレット、ネイチャーリパブリックのパレットなんですけど、こちらのパレット使っていきます。落ち着いたイメージな感じにしていきたくって、オレンジトーンでベージュトーンで私の肌に馴染む感じで仕上げていきたいと思います。ここのオレンジカラーを取ってアイホール全体にのせていきます。忘れる前にここの一番白いカラーを取って眉下に入れていきます。ここのイエロー味が強いブラウンを使っていきます。
で、これをアイホール全体にのせていきます。かわいい色、すごい好きな色です。やっぱこうやって見るとカラコン全然オレンジじゃない。ここのブラウンを取って締め色としてのせていきます。で、下まぶたにも同じ色にしていきます。パレットの中で一番濃いブラウンを取ってアイライン引いていきます。アナスタシア のここのブラウン使っていきます。で、下まぶたしっかりまつげ上げてから、魔女魔女のシェーディングはあのトゥークールフォースクルーのが割れちゃったのでキャンメイク復活させます。キャンメイクのねこのパウダーもねすごい好きなんですよね。このイエロー感が強いブラウンが私は大好きです。肌にねすごい合うので。ああ濃くなりすぎた。トゥークールフォースクールの感じで塗ったらすごい濃くなっちゃった。でチークはこれを使っていきます。これを軽く塗った後に、ここのアイシャドウのさっき塗ったここの色がすごい可愛かったのでブラシに取ってのせていきます。ちっちゃいからすごい取るの大変だけど、とこっちのパレットに戻ってここの2色取ってチークに塗っていきます。やばい時間かかる、頑張れ。で、最近気に入ってるこのピアのリップ22番。やばい髪の毛も乾かしてないのに不可能じゃない、やばくない。で、少し暗い色を目頭にも足します。ビジシャンズフォーミュラのブラウン、で、スプレーします。ハイライト、あ、塗りすぎたペカペカ。もうちょっと暗い感じにしたいのでこれメイクアップレボリューションのノーブルっていうカラー、よし。はい、で髪の毛乾かします。これ最近またこれねいい匂いでハマってます。ということでこんな感じでメイクの完成です。はい、じゃあ妹待ってるのでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。